石谷研究室の上村です。私はこのような薄くて軽い電子デバイスで未来のヘルスケアデバイスを作る研究をしています。息子長男が中学1年生になるんですけど、無事受験が終わったこと、大変嬉しかったです一緒に息子と合格発表見に行きました。めっちゃ感動しました。やったーみたいな。休みの日、子供3人いて人数多いんですごい手があるんですよ。それぞれ雑巾持って、服も持ってるとか言って、うわやれーみたいなあーもう最高の週末の過ごし方、もう家族しかないですけどね、みんなで遊びに行くことですね。この時期なので、ランニングマシン買ったんですよ、家に。ちゃんとしたやつ、みんなで走ってますね。テープ見ながらとか、現実逃避の方法、寝る、ひたすら寝る、忘れて寝る、そしたら忘れる。朝ごはんは食べようよって言って起こされます。真ん中の娘でちょっと嬉しい産研にはいろんな研究者がいます。ぜひ積極的にコミュニケーションを取りに行ってください。きっといいことが、楽しいことがあると思います。私のところにもぜひお越しください。